えー、おはようございます。まさです。ていっ,ってことですね。えー、今日もですね、元気に送っていきたいと思います。えー、いつもですね、ビデオを見てくださって本当にありがとうございます。さて、えまさとこの秘密ということですね、過去に10本送ってきたんですけれども、いかがだったでしょうか まあ、それぞれですね、皆さん秘密があ,あるんだと思いますけれども、僕の秘密は本当にこの10個で全てだと言ってもいいですね。で、最後にですね、あなたにですね、申し上げておきたいことはですね、最後の秘密で申し上げておきたいことはですね、えー、少しあなたにですね、提案がありますので、えー、ぜひですね、最後まで見てください。あの、僕の今やっている塾とかあビジネスで,ですね、えーっと、いくつかあるんですけれども、その中で、マスー塾というのとですね、えー、まあ、 上級クラスとですね、最上級クラスっていうのがありますけれども、その今日はですね、あなたにこの最上級クラスのですね、お話をしたいと思うんですね。なんでこの話をするのかといえばですね、いろんな秘密、今まで10個見てもらいましたけれども、じゃあそれらを どうやって活用するのかってことなんですね。で、結局のところ、現実を変えていくのはですね、行動しかないってあなたももちろんご存知だと思いますけれども、えー、現実を変えるのは思考ではなく、やっぱり行動なんですね。じゃあ、どんな風に具体的にやればいいのかですね、ってことを分からない方たちもおられると思いますんで、今日はそのことについてお話ししていきたいと思いますけれども、このマスナ塾上級クラブ、最上級クラブですね、この最上級クラブ、別名クラブって言うんですけれども、このクラブ 何でクラブの話をするかって言ったらですねこの自分たちの今頭の中にある心の中にあるものをですね全部吐き出していくまず自分の悩みであったりとかですねで自分のプラスのポジティブなパワーとかですね全部吐き出してもらって結局のところですねそれを どう、現実世界、市場に落とし込んでいくのか。これを考えていくのがですね、クラブなんですけれども。でも、まあ、いろいろですね、今まで学んできていたりで,ですね、えっ、ー、と、インプットが多いんだと思うんですね。結局そのインプットしたことを自分たちで上手にアウトプットができないっていうのが、やっぱりこの現代の情報ビジネスの問題ですね。いっぱい入ってくる。けれども、活用法わからない。どないしよう。で、また違う方法論を探していく。 詰めていく。頭でっかちになっていって迷っていく。選択肢がたくさんありすぎてですね、結局のこところ何もできないっていうのが一番の悩みかもしれません。じゃあ、どういうふうにするのか、これをクラブで解決するんですね。まず自分たちの今あるものをですね、ぐわっとデトックスしてもらいます。要するに出す出す出す。自分たちのトラウマであったりとか概念であったりとかですね、自分たちの考え方をですね、どんどん出してもらいます。その出してもらって、ガンガン出してもらって、結局一枚の紙に収まるようにしてもらってですね、 これが自分の考えだなっていうところですね。次、その真っさらになったさらちんところに建物を建てていく。要するに、真っさらになった真っ白になった頭の中に、心の中に自分たちの理想を入れていく。じゃあ、すぐ潜在意識にやっぱ落ちていってしまうんですね。 えー、これは本当に科学的な話をしたいと思いますけれども結局のところはですねごちゃごちゃの渋滞状態のところにですね知識ガンガン入れたって全然意味ないんですねじゃあどうするかって言ったらですね結局のところはですね一回さら地にしないといけない自分たちのこの頭の中の黒板のです、ね、文字を全部消してからですね新しいインストールをしないとですね結局古い ソフトの中に新しいものを入れたってスピード遅いじゃないですか。なんで新しいソフトにするためにですね、まずデトックス、新しくしてソフトをまたあ再ダウンロードですね、えー、再インストールしていくっていうのですね、この作業をするのがクラブなんですね、えー。で、結局ですね、何をすればいいのかってことなんですけれどもですね、あなたにですね、一つ申し上げたいことはですね、このクラブにですね、えー、2日あるんですけれども、お2日のうちのですね、 1>, 1日目をですね、体験していただきたいなと思うんですね。で、この体験って言ってもですね、結構きついんです。9時から、えー、夜の8時までぶっ続けでありますんで、えー、自分たちのデトックスがですね、えー、本当にしたい。このこの辺でなんとか人生を変えていかなければいけないとですね、えー、お思いの方はですね、ぜひですね、えー、この、ここかな、えー、ここかな。 ここかなわかんないですけれども、あのー、体験の申し込みフォームっていうのがありますんで、ぜひですね、その体験のフォームに、えー、申し込んでいただいてですね、クラブ体験していただいてですね、まずデトックスをしていただきたいなと思います。結局、ほんで、あのデトックスをしてからですね、新しい知識を入れると、先にも申し,も申し上げましたけれども、あのー、新しいですね、あの目標、自分たちの目標がですね、とても叶いやすくなりますね。邪魔もないんですから。結局、自分で、 新しいものを入れていっても過去の自分の思考ですね、えー、潜在意識が邪魔をしてですねなかなかこう立ち退いていかないですね、えー、結局かな叶えにくくなりますので是非一日です、ね、クラブ体験していただけたらなと思います僕自身もです、ね、今のマスターって言って師匠がいますけれどもその師匠にですねどんだけ自分たちの悩み出せって言われたらですね 2000個とか3000個自分たちの頭の中にある邪魔物を出していってですね。で、ね、綺麗なものを3つか4つ入れていたらですね、その3つか4つがグワッて叶っていくんですね。面白いもんで。だから、邪魔物を、ま、邪魔しているものをまず、こう、排除していく。デトックスしていてですね、綺麗なものを入れていく。えー、この作業をですね、一日あなたに体験していただきたいなと思って、今日のビデオを撮りました。ああ、そんな感じで、えー、ぜひですね、クラブ、体験していただきたいなと思いますけれども、おー、ホームがここか、ここか、 ここか。<laughs> どっかにはあると思いますんで、のフォームにですね、えっ、ー、と、申し込んでいただいてですね、えー、ぜひ一日体験していただけたらなと思います、えー。そんな感じで、マサトコの秘密、全、全ですね、11個ですね、お送りしていきましたけれども、いかがだったでしょうか。ぜひですね、知識止まりにならずにですね、自分たちの知恵に、血、えー、肉にしていただいてですね、自分たちの行動につなげていただければですね、えー、ぜひ、えー、やっていただければ、 僕も嬉しいです。またですね、どっかでお会いできることを楽しみにしてますんで、ぜひですね、この実践ですね、11個やってみてください。はい、こんな感じで、えー、今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。またですね、次回、えー、どっかでお会いしましょう。さよなら。